横田麻里です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お店は今5年目になります。あ、はい、夫婦でやっています。中大生のバイトさんも少しいます、はい、でパンは、菓子パン系と少し硬いハード系も少し置いてます。はい、もちもち広いです。全体的に食事用のパンが多いんですよね。パンの特徴から言ったらそういう全体にヨーロッパの古いタイプが多いですね、はい。ですからこういうのは食事パンですので、こういうふうにオープンサンドとか、食材、例えばサーモンとかチーズとかそういうのを上に乗せて食事として食べるパンなんですね。ちょっと聞いた話は、たまたま小麦粉を放置しといて、そしたらそこに酵母が、菌が入ってたまたま発酵して膨らんで焼いたら美味しかったってちょっと聞いたことがあります。パン自体はその前にもやっぱりまだ日本がいろいろな藩、薩摩藩とかその時に薩摩とかそのいろんな藩が分かれてる感じの強いところね、はい、結構フランスとパートナーシップ組んだりとかイギリスと組んだりとかして、はい、でその中で兵隊の食料としてフランスパンとか入ってきたことがあるんですね。ですけどその後日本でパンがたくさん一般にパンが普及したのはアンパンですね。木村屋さんって、はい、木村のアンパンってあります。木村屋さんが中国のまんじゅう、まんじゅうと日本でも昔からそういうのあんこありましたよね、はい、それとパンの生地を合わせて、はい、アンパンというのを作ったんですね。日本のパンがみんなに普及するきっかけになったと言われてますよね。だから日本を代表するパンというとアンパン。日本の都だったので京都はもしかしたら今も日本食がすごい大事にされているけれど、はい、逆にパンを食べたらすごく美味しくて増えたのかなとか。で今は体にいいということで、前昔でしたらフランス人なんかはこんな貧しいパン食べないとか言ってたのが、今はヘルシーなもので食べるようになった。なんでかというとフランスパンはやっぱりバケットフランスパンっていうナチュラルブレッドがある自慢のパンがあるのでですね、昔はそうだったんですけど今はみんな健康のために。は多分お腹結構いっぱいなんです。ちょっと重たい、重たい。あ、日本人の方が多いです。学生さんはカレーパンだったり、フレンチ派に若い。で、私ぐらいの人はクリームパンだったりあんパン。クロワッサンとかとこっち のハード系の、うん、フランスパンのウィンナー挟んでる、あとピザロールがやっぱり人気ある。よく外国でも食べる。日本じゃなくアメリカでもフランスでもどこでも多分クロワッサンありますか。そうなんね。最近お客さんの方がいろんな組み合わせで試して食べますが、日本のいろんな工夫でいろいろお試しくださいということを進めてますね。ですから別にこれ伝統的なパンだから昔のこういう組み合わせっていうんじゃなくて、新しい組み合わせを皆さん自由に。すごい気持ちを込めて一生懸命作ってるので、ぜひお待ちしてます。一度食べてみてください。はい、いろいろ答えていただきましてありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。ありがとうございます。